ーとして有名になりたいんです。ミッションをね、椿さんに与えますね。ミッション今回は神奈川県にあるシーバス乗り合い線の渡辺釣り船店さんに乗って狙っていきたいと思います。この日はクリスマスだったのでサンタの帽子をかぶってみました。それではジギング実験スタート。使っている軸はフランジュの 85g ピンクゴールドです。軸をと投げて、で、ここからはツイキャスをしながら釣りをしているので、マイクに読み上げが入りますのでご了承ください。チューバーキー、チューバーキー。シャッホー、雪へと変わるだろうさらなふりやほりな。ひろみさん、今日の椿の帽子かわいいじゃん。まあね。とももさん、結構客いるの？出店だからね。今日ね、超ね、空いてる。みんなリア充なんだよ、多分。ブルーさん、WWW そう、みんなリア充名をやろう。アムユースーさん、彼女とベッドの中から見てます。おい。なおさん、俺はクリぼちですよ。驚いた顔、広げた口。おい、私もだぞ。仲間だな。小田力音符さん、魚とデート中。サルボスさん、彼女とディズニーデートしながら見てます。魚と。おい。なんだ、リア充、この野郎。母忍ださん、おはようございます。この野郎。シャミヨシさん、てー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 。レイオクさん、来た。ヤンからステイアイさん、来たか。ラララ、コッペパンさん、88億8888万8888。ギャフィーさん、来た。うどんギャラクシーさん、ギターパンダさん、つばきちゃん、なんか遠くにテッシーの背中が見えるよ。やったー、つばきちやー。イエーイ、とりあえず1匹目ゲット。ブラックガールブックスさん、クリスマスだからケーキで釣れるよ。ケーキで釣れるかな。ギターパンダさん、読み上げを耳で聞きながらでも、腕だけは、つばきちゃんの頭にインプットされてる釣り感覚で自然に動いてるのがすごいなぁと思って見てまするサンタクロース、色白の肌、いいね、色白の肌、ショー。サンタクロース、サンタクロース、サンタ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 、サンちゃん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 。小田力音符さん、長島式説明法。レイさん、アジの干し物釣ってね。直行さん、アジはアジでもアジの元干し物ちょっと面白いんだけど、それアジの元。ポポさん、直行さん、さっきから面白いぞ WWW なんか面白いね。面白いぞ。直行さん、やるね。また味の素頼むよ、なおゆきさん。さあさん、今日は弟と堤防ロックを行ってきます。うい。お、いいですな、堤防ロック。兄弟が仲いいというのはいいということですな。あ、来た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 。ゲーシーさん、水着ジギングでお願いします。おい、そんなことしないぞ。来たぞ。与太郎さん、シーバス食べるの？レイさん、来た。来たぞ。来たぞ。さあさん、おい、ヒットヤンフ、同じからフッさん、ヒット2つの赤いカンカンフ、シャミヨシさん、ヒット。やった。見えた？見えた。いるんだぞ、ここに。おい、出てこいや。同じから音符さん、BNW、ボバヘッドさん、見して。ちょっと待ってよ。シャミヨシさん、おめでとう。いえ、桜井俊和さん、おめでとうございます。あざしゅ。よ、さん、周りは連れてる？メイさん、出てこいや W。出てこいや。さん、和骨、関光さん、つばみさんの棒読みちゃんは、漢字に弱いタイプですね。カエドレさん、抜き上げるサイズだったのね。さあさん、絶対今顔に焼けてるわな WWW。これ難しいぞ。あ、いいね。ヤンからステイアイさん、化石釣りはしたことない。来た来た。ホールできた。ホールできたよ。ホールできたよ。ホールできたよ。あれ？しつけちゃんさん、違った。ブリュー。しつけちゃんさん、すげでんみき。入って、うわー、バシャバシャ。バタ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 大きくなれよ。パタパタするなよ。りょうたおえがひくゆうげくすんでいブラクバスさん、お久しぶりです。お久しぶり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 ざえもぶりぶり。母にんださん、きゅうりあげる。きゅうりあざす。しんすけちゃんさん、アイハブアロード。アイハブバイアイハブバイ。キャッチさん、海ほたるあたりかな。そうそう。今ちょっと当たったぞ。当たったけどダメだ。阿部ひかりさん、ありがとうおりごとう。ありがとうおりごとうコンペイトー。ギャンからステイアイさん、触っただけだよ。そうだね、触っただけだね。そういう時もあるの。そういう時もある。ミリアンさん、お触りされたのか。そう、お触りされた。お触り現金だぞ。こういうちょっと深いところは下だけを狙おう。来た来た来た。よし。来た来た来たよ。来たよ。見よっこらせっと。しばすくん3匹目。ちびっちょだけどいただき。ヤンからステイアイさん、おい、今日は暖かいくらいの1度だ。ねえ、今日暖かいんだね。だからそんな寒くないんだよね、全然。いやさん、手にホットクリーム塗ってる？え？手にホットクリーム塗ってないよ。キモフトシーサブさん、なら電動いらないで。なんか良さそうだね、ホットクリームって。ヤンからステイアイさん、ハンドクリームにしてね。ハンドクリームは知ってるけど、ホットクリームは知らないな。ホットケーキミックスならは知ってるけど。それ、お菓子だろ。そう。よくぞ。突っ込んでくれた。ニーヤンさん、塗ると暖かいよ。サーファーとか自転車の人がよく塗るやつ。ヤンからステイアイさん、ソフトクリームミックスって。キャッチさん、ホットケーキ食べたくなった。ね、食べたくなったね。あ、来た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 ぞ。来たぞ。来たぞ。ぴょんぴょん、割とマジコさん、来た、同じ方向し、ジョンプ、TUM さん、来た。ちょっと大きそうだったので、船長さんがカモで取ってくれての、はい、ゲット！やったね、4匹目。ちょっと移動して、大きめのシーバスがジギングで釣れるというポイントへ来ました。ここからは目線カメラと同時にご覧ください。ウイニのヒット。サイズは51センチ。イエーイ、ブルブルシーバス。その後もいろいろな場所を回ってもらって、シーバスフィッシングを大いに楽しみました。しかしミッション達成ならず。デカシーバス出てこいや！ということで、魚住椿のミッションへの挑戦はまだまだ続きます。皆様応援の方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。